あなたはプラスチックが石油からできていることをご存知でしたか？意外とこれ知られてないらしいんですよ。小泉進次郎さんが言われてたんですけどもね。いや本当なんですかね。環境大臣でしょ。世の中の人、大半の人がプラスチックの原料が石油だってことを知らないらしいんですよ。いやどうなんですかね、これは本当にね。まあそういう世の中になったんですかね、うん、ということでね、ネタは山ほどあるっていうことを今回はねお話したいと思います。まあこういうふうなね、誰かの発言っていうのがネタになることっていうのは日々あるわけなんですよ。政治家さんとか特にそうですよね。麻生財務大臣は昨日、おとといだったかな、このマスクいつまでやらないといけないのみたいなことを言われてましたけどね。閣僚からそういう言葉が出ると思わなかったですよね。マスクがめんどくさいそうです。で、まあ麻生さんもね、高齢者、後期高齢者の部類に入りますけども、うん、だから本当はね、新型コロナウイルスの感染を恐れないといけない立場なんですけども、まあどうってことないっていうふうに考えてるんですかね。まあ様々ありますけども、私たちは何を見てネタと感じるのかってことは本当にね、人それぞれだと思いますけども、でもネタがないっていう人っていうのはどうなんですかね。情報をインプットしてないのか、それともアウトプットする気がないのか、ちょっと摩訶不思議ですよね。で今回吉谷さんとのやり取りもこうバンバンやってますけども、はっきり言って人が喋ればネタになるし、人が無言ならネタになるし、物が動けばネタになるし、物が動かなければネタになると、何もかもネタですよね。だから特別な R34 を買わない。